というニアの制作のお話でした。まあ、また歌ってみたとかね、楽しみにしていただけたらいいなと思っております。はい、ぜひぜひ、まあ、何回も聴いていただけたらと。はい、という制作のお話でした。あと、まあ、同期もめっちゃ褒めてくれたあとあれなんですよ。まあいろいろね、よく動画できた時に同期に見てもらうんですけど、会談はキングの時とかもそうだったんだけど、まあ、キングは原付に作ってもらったからなんだけど、まあ、原付チェックを入れた後に概要欄の英語間違ってないかどうか長尾に聞きました長尾と原付に聞きました長尾がめちゃくちゃ丁寧に教えてくれた。あいつ頭よ、困るわマジであいつめちゃくちゃ教えてくれた。うん、これ合ってるでしょうかこの英語はみたいなあ、ここはこうだからみたいな。うん、いや、これはシーキングの方がいいよみたいなめっちゃアドバイスをいただきました。はい、RTA 放送前の長尾県に聞きましたという話ですね。うん、これがね、ニアの制作のすべてでございますけど、はい、という話でした。 RTA 後に聞きに行けって言ってた。え、マジ？あいついいやつだな、本当に。あいつの RTA も見ろ。あいつ結局本送どうだったの？もう終わった？パスパチありがとう。終わった。2時間45分。早いじゃん。やるね、あいつ。なかなかじゃん。なかなかやるじゃん、あいつ。ふーん。なかなかやるじゃん。あとなんか原月のさ、ボカロ耐久の最後の1曲100曲目もニアだったらしくて、なんかちょっとニアあげるってまだ言ってなかった気がしたんだけど、知ってたのかな。まあニアの制作過程とかなんかいろいろ見せたから、それで知ってたのかな。いや、まあいい同期思ったぜマジでありがてえ。はい、